さんこんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードナイトゲームをお楽しみください。解説には福西崇史さんにお越しいただきました。ウィークエンドリーグの1戦目となるこの試合、ビーストがライオンズと対戦します。他のリーグ戦同様にこのウィークエンドリーグも序盤の戦い方が肝心です。追い込まれて力を発揮するチームもありますが、余裕があるに越したことはないでしょう。まずはこの初戦をしっかりと戦い、ランキングの上位を目指したいですね。タッチライン際を上がれそうです。チャンス来た。華麗な個人技、ディフェンスは止まりませんね。マンダンダ入った。どう、こんなフィニッシュは誰も想像しえなかったです。高額のテクニックでスタジアムを沸かせました。パウロ・ディバラ、このパスはカットされました。サイドにスペースが空いています。ネイマール、いいタックルだ。ボールをキープしました。インターセプトされました。ロッペン、ディフェンダーのインターセプト。いいボールでしたが見事にパスカット。いいパスです。視野が広いですね。アルトゥーロ・ビダル、パスが通りません。絶妙なパスです。ネイマール、テクニック、ネイマールにチャンス。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。ライオンズ、ここでボールを失います。中へ切り込んできた。マンダンダ、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。ディバラ、ネイマールが抑えます。サポートを使うか。高い位置でボールを取った。柔らかいテクニック。いや、ここでボールを失いました。アルトゥーロ・ビダル、このスルーパスは読んでいました。ネイマール、ボールはマンダンダへ。ボールを回しますがなかなか崩れません。ネイマール、ポグバに渡った。ビーストがアタッキングサードを攻め込みます。崩しにかかるのか。ボールはマンダンダへ。かわした。さあどうする。ボールがこぼれている。見事な視野です。
出足が鋭い。カットします。ネイマールが抑えます。あっという間のテクニック、切れています。ディフェンスの対応が光ります。ここはインターセプト、しっかり予測していました。このボールは決定的。マンダンダー止める。華麗な個人技、ディフェンスは止まりませんね。中へ切り込んできた。マンダンダーゴールです。これで2点。皆さんこんにちは。サッカー中継の時間がやってきました。今日は好天に恵まれたおかげで白熱したゲーム展開が予想されます。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。熱戦の繰り広げられる FUT ウィークエンドリーグ、この一戦は大一番を前に会場は興奮のるつぼと。福西さん、すごい試合になりそうですね。ホームチームは今日の結果によってはランキングの上位グループに移動できるかもしれません。より高いレベルで戦うためにもここは大事な試合になりました。ボールはマンダンダへ。ここはうまくボールを取りました。相手陣内でインターセプト。ウェイン・ルーニー、今日はロッペンにとって節目となるクラブ通算600試合目のゲームです。はい、こうした記録は選手の日頃の体調管理の賜物ですね。ポグバ、さあどうする。ネイマール、入るか。リーチの限界で食い止めた。ダイビングセーブです。ショートコーナー、ボールはマンダンダー。
ロッベン、テクニックを見せつけます。ロッベン、ナイスディフェンスです。チアゴがボールをキープできません。狙える位置です。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。ルーニー、ボールはチアゴ、ここで勢いが止まってしまいました。ワイナルド、ここでチアゴ追いつけるか。タックルが決まった。パスをつないできましたが、ここで奪われました。入れば同点となります。ひとまず危険なエリアからクリア、得点につながってもおかしくなかったですね。いいところでボールを取りました。ルーニー、うまいパス、なんというタックル、チームを救いました。相手が触ったボールはスローインになります。ブルーノ・フェルナンデス、ポグバ、華麗な個人技、ディフェンスは止まりませんね。ビーストがアタッキングサードに攻め込んでいきます。ネイマールにリターン、パスがつながります。ポール・ポグバ、さあ上げたい。ボールがこぼれました。サイドのスペースを使います。ここから狙うのか。ゴールチャンス、コーナーキックです。同点のチャンスです。ボールはゴール前へ。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。クロスバーの上に弾いた。コーナーです。またもコーナーです。ボールを入れた。高い位置でカットします。ブルーノ・フェルナンデス、ここは縦をつくでしょうか。ネイマール、キーパー反応した。ボールを弾く。ビーストのコーナーキックです。何かしてきそうですが、ここは突破を狙う。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。タッチラインを割り、スローインです。ポグバ、ボールはネイマールへ。前でインターセプトした。サディオ・マネ、前に進んでいます。決まれば1点差。コーナーキックの判定です。ルーニーのコーナー、コーナーキックはキーパーが抑えます。走り込んだ味方に合わせました。ちょっと長すぎたか。 PK です。主審がまっすぐペナルティースポットを指差しました。これは痛いですね。ファールで止めるしか選択肢はなかった感じでしょうか。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。 PK を決めました。落ち着いたいいキックでしたね。試合はどうやら一方的な展開になってきています。果敢に仕掛けてボールを奪いました。ポグバ、
次々にパスをつなぎます。リードしていますから焦る必要はありません。マネ、素晴らしいボールだ。ゴールが決まった。あの動きを表現するにはぬるっとした動きでというのがいいのかもしれません。ドリブルで敵陣へ持ち込む。このパスはカットされました。スコアは3対1。ここでハーフタイムを迎えます。FUT チャンピオンズウィークエンドリーグは後半が始まります。どの試合も最後が大切です。ここからの試合運びに期待しましょう。チアゴがボールを奪われました。ポグバ、マンダンダに渡った。ルーズボールになっています。カウンターも狙えます。カウンターの対応、ここもキーパーが弾き出します。これはコーナーキックです。ルーニーのコーナーで再開。まずは1点取り戻したい。これは見事なタックル。ダルスベンダー、ロペン、主審がゲームを止めます。オフサイドです。ネイマー、これは絶好のチャンス。ネイマーゴールだ。ゴールフォーハウス、ナンバー11ネイマー。ここでビーストがボールを失い、相手の攻撃に切り替わります。ネイマール、判定はフリーキックです。ロッベン、仕掛けてくるのか。ここはディフェンスが対応します。これはファールでしょう。フリーキックです。いいところを見ていました。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。アルカンタラ、チアゴのパスはカットされました。いいボールが出ました。ブルーノ・フェルナンデス、ディフェンス落ち着いていました。モハメド・サラ、パスをカットされました。マンダンダに渡った。ブルーノ・フェルナンデスだ。ポグバに渡った。ネイマール、決まるか。絶好調ですね。このゴールでハットトリック、もう止まりません。スティーブ・マンダンダ、マンダンダ、バネ、今のパスで完全に崩しました。よく止めましたが、ボールはこぼれています。チャンスになる。
ループシュートを狙ったチップシュート11マハメッサーラー。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。ブルーノ・フェルナンデス、攻守の切り替えが大事です。狙える位置です。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。クリーンなタックル、ボールを奪いました。チアゴがボールを奪われました。これはサイドを上がれそうです。クロスを狙ってくるか。このピンチはキーパーが救いました。今のは冷静な判断でした。見事なスルーパス、これは出し手とのタイミングがありませんでした。ウェイン・ルーニー、ボールを奪いにかかります。チアゴがボールをキープできません。ビーストがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。前線の選手が下がってボールを受けます。ネイマールがスルーパスを狙いました。ビッグチャンスです。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。素晴らしいボールです。主審はプレーを続行させます。アドバチャンスだ。ここは大きく蹴り出しました。ピンチを免れました。これはもう勝敗という興味は残念ながらなくなってしまっています。ここから狙うのか。これはチャンスです。タックルでピンチをしのぎました。ボールを中盤でカットしました。ゴール前に入ってきました。ルーニーが狙うか。シュートはディフェンスに当たりました。マイナスのクロス、試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。綺麗にかわして攻撃に出る。綺麗なタックルです。ここで試合終了。ホームそうですが、これは絶好の
試合開始を前にスタジアムはスタンドからの熱気に包まれました。サポーターからの大声援がこれから始まる激闘を予感させます。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。キックオフを迎えようという FUT チャンピオンズウィークエンドリーグのこの一戦、ビーストがドンズと対戦します。このウィークエンドリーグの一戦もなかなかのカードになりましたね。解説者冥利に尽きるいい試合に期待しています。ボールがこぼれる、ブスケッツ、ブスケッツがボールを失いました。外に押し出されたようですね。スローインです。選手の交代があるようです。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。ブルーノ・フェルナンデス、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。ポグバ、ここからどうするのか。ポグバ、相手のゴール前でパスを回します。マンダンダ、キーパーがこれを止めた。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。ネイマールがサイドから切り込んできます。ネイマール、ボールがこぼれました。クリアできるか。ブスケッツ、ブスケッツのボールロスト。ネイマール、ここにいたのはロベカルことロベルト・カルロス。相手陣内でインターセプト。ネイマール、ブルーノ・フェルナンデス、縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。福西さん、今日は両エースの意地が正面からぶつかる、まさにそんなゲームなんじゃないでしょうか。そうですね、お互いの意地をかけてくるでしょうから、この2人の熱烈、これは PK です。ここでリードするチャンスですね。ファールです。迷うことなく PK を指示しました。ちょっと無理に行き過ぎましたね。カードが出ないのはラッキーでした。見事に PK を入れています。低い位置で渡します。エトー、いいところへ出した。キーパーがっちりとキャッチ。ボールはマンダンダへ。ポグバ、ビースト、敵陣へ攻め込んでいきます。ドンズがボールを取り返します。サイドにスペースが空いています。
ブスケス、ネイマール、エトー、ここはしっかりクリアしました。ポグバがボールを失いました。追いつきたい、決まるかと思いましたが見事なタックルでした。ネイマールが絡んでいきます。ポグバに渡った。ネイマール、ボールはポグバへ。ビーストがアタッキングサードに攻め込んでいきます。審判が笛を吹きました。この位置からなら直接ゴールを狙えそうです。いいところに出た、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。レイマール、見事なインターセプト、ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。レイマール、実に鮮やかです。余裕がありますね。これはスローインになります。ポグバ、ネイマールに渡った。ムバッペ、前でインターセプトした。ルーズボールになった。これは素晴らしいテクニック、ネイマールが抑えます。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのは今日の試合のポイントとも言えるでしょう。ポグバ、ネイマールに渡った。ジェームス・タバンガ、この選手が視点となってパスを回しています。マンダンダ、ドンズがボールを奪いました。これはファールでしょう。フリーキックです。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。いい位置でカットした。レフリーの笛が鳴って、FUT チャンピオンズウィークエンドリーグは間もなく後半のキックオフです。あと45分、しっかりと力を出してほしいですね。パスをサイドに送ります。試合はコーナーキックから再開されます。ゴール前に入れた。この攻撃は身を結びませんでしたね。マンダンダに渡った。ロペン、ロペンがボールを運ぶ。切り込んでいく。マンダンダ、ボールがゴールに吸い込まれた。キーパーノーチャンスでしょうか。ボールを奪われません。マルコス・ジョレンテ、ここまでは試合前の予想に反して一方的な試合内容になっています。はい、チームの実力差はないと思うのですが、結果的にそうなっていますね。
これはもう勝敗という興味は残念ながらなくなってしまっています。試合終了のホイッスル。この一戦
注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。熱戦が繰り広げられるウィークエンドリーグ、この一戦はライオンズがビーストと対戦します。アウェーチームは今日の結果次第でランキングの上位グループに移れるかもしれません。この試合の重みは選手たちもよく分かっているでしょう。本来の力を出せるかどうか精神力を問われる一戦になりました。ポール・ポグバ、アリアン・ロペン、パスをカット、いい読みでした。ライオンズボールを奪われました。ビースト敵陣へ攻め込んでいきます。ブルーノ・フェルナンデス、ネイマール、ここで止められる、ブルーノ・フェルナンデス止めたが抑えられない。さあどうなる。アルフォンソ・デイビス、流れています。パラシオ、クリスティアーノ・ロナウド、ボールをうまく回していく。このままつなげれば素晴らしかったのですが、そううまくはいきませんでした。いいプレスです。ボールを奪いました。リオネル・メッシ、ボールはビダルへ。ライオンズがアタッキングサードに攻め込んでいきます。ビッグチャンスです。タックルでボールを取り返す。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。クリスティアーノ・ロナウドがボールを失いました。さあどうする。ネイマール、さあどう来るのか、止める。素晴らしいセーブが見れましたね。よく反応しました。選手がピッチに入ります。コーナーから中へ、ゴールゲット、決まった。ゴールが決まって先制点。ブッアスキーパー、ヌメロ6ポル・ポグバ。ビルヒル・ファンダイ、サイドにスペースがあります。ボールはマンダンダ、素晴らしいパス、決まった。なんというフィニッシュでしょう。このスーパーゴールを前に観客席からひときわ大きな歓声が上がりました。相手に捕まったかと思ったんですが、レインボーブリッジを使ってレインボーブリッジを使って、この選手は見せてくれますね。ボールに絡むと空気が変わります。クリスチャーノ・ロナウドです。アルフォンソ・デイビス、ビダルに渡った。ビダル、ライオンズがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか、決まれば1点差。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ネイマールが抑えます。ボールはブルーノ・フェルナンデスへ。ネイマール華麗なテクニック、これはなかなか見れませんよ。ネイマールのボールロースト、絶妙なパス。クリスティアーノ・ロナウド、少し飛び出しが早すぎました。
ネイマールが絡んでいきます。フォワードに低い位置で渡します。ビーストがアタッキングサードに攻め込んでいきます。このボールは決定的、キーパー止めましたがまだインプレー。このパスはカットされます。ネイマール、パスが通った。ルート・グーリット、クリスティアーノ・ロナウドに渡った。ペレ、ロドリゴ・パラシオ、チャンスにできるか。守備への切り替えが早い。ここで止めます。ボールはマンダンダへ。これはよく見ていた。前のスペースを狙う。ループシュート、チップシュートで決めた。組み立てだったんですがボールを奪われましたね。FUT チャンピオンズウィークエンドリーグが再開されます。今日の試合はここからの後半次第です。手を抜かずにしっかり戦ってほしいですね。この位置からプレッシャーを受けている。ここはシュートチャンス、見事なセーブでゴールを死守。プレスが効いている。ビダリ、ネイマールが抑えます。アリアン・ロペン、クロスを狙ってきますか。うまく読んだインターセプト。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。ここはカウンターのチャンス。ここはサイドへパスを出します。クリスティアーノ・ロナウド、ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。サイドへ展開します。ポグバ、フリーキックから試合が再開します。ロッベン、アリアン・ロペン、あそこは行かせちゃダメですね。このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。いいボールが出ました。ノイアー止めた。至近距離のシュートを防ぎました。さあボールを蹴った。ビダル、これはチャンス、ゴール決まりました。少しでも点差を縮めたい。
アンダンダに渡った。自在にパスを通していますね。今のプレーにはカードが出されるでしょうか。イダリカットしたのはポグバ。ボールポグバ、ポグバのボールロスト。プレーは止めません。主審が流していますね。ボールを持って上がります。インターセプトでチームを救いました。走り込む味方にネイマールのスルーパス。思い切って打てるか。ゴールキーパーはポジショニングを誤ったか。しっかり得点を奪ったのは見事でしたが、キーパーどうしたのでしょうか。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。絶好のチャンス。これはナイスインターセプト。完璧なタイミング。前に飛び出して相手に仕事をさせません。いや、まさに完璧なタイミングの飛び出しでしたね。メッシ、今のパスで完全に崩しました。奪った。一転してチャンスだ。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。メッシ、チャンスです。ロナウド、ゴール決まった。相手のボールを奪ってからの得点です。前線でもプレッシャーを緩めず攻め続けた結果ですね。見事なゴールです。ボールはサイドの選手へ。今日はパスがよく通っています。選手たちにボールをつなぐ意識が見て取れます。イダリ、メッシ、2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。なんというタックル。チームを救いました。カウンターも狙えます。突破した。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。しっかり見えています。メッシへ、最高のボールが出た。ピンチが続きます。決まるかと思いましたが見事なタックルでした。決まれば1点差。相手にボールを渡してしまいました。ドリブルが止まらない。ずいぶん長くドリブルしましたが最後はカットされています。これはカードも覚悟のファールでしょうか。イエローが出ました。少し抗議していますね。やりました。クリアすべきでしょう。ドリブルで敵陣へ持ち込む。行くしかない。タックルでしのいだ。試合終了のホイッスル。アウェーチーム、
スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは FUT チャンピオンズウィークエンドリーグの一戦、ビーストがライオンズと対戦します。このウィークエンドリーグの一戦を楽しみにしていました。いい試合に期待しています。ロニエ、ポグバ、ブルーノ・フェルナンデスだ。ホイッスル。ロッペンオフサイドです。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。クリスティアーノ・ロナウド、ディフェンダーがうまく読んでいました。福西さん、ロッペンの特徴を教えてください。最近絶好調ですね。次々にゴールを決め得点を重ねてきましたね。今日はどんなプレーを見せてくれるんでしょうか。ポール・ポグバ、ポグバがボールを失いました。鮮やかなボールタッチ、さあクロスか。ディフェンスが体に当てています。ネイマール、リードを奪いたい。ここで見事なタックル。ロッベン、激しくぶつかっています。ビディッチ、皆さんもご存知でしょう、ロベルト・バッジョです。ライオンズ敵陣へ攻め込んできました。ネイマー、ボールを運んでいます。ラインを割りました。判定はコーナーキック。ショートコーナーです。ベンダー、マンダンダに渡った。ここはクリアするしかありません。タッチに蹴り出しました。マンダンダ、ブルーノ・フェルナンデス、うまくボールを回します。ネイマール、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。ネイマール、ボールはクリスティアーノ・ロナウドへ。ルーニー、ボールを奪った。いいタックルでした。これはどうなりますか。ラーム、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。クロスを狙ってくるか、ここから狙うのか。ボールはポグバへ。華麗なテクニック、これはなかなか見れませんよ。ポグバ、前を見たい。ポール・ポグバ、ここはディフェンダーが読んでいました。ブルーノ・フェルナンデス、フィリップ・ラーム、相手ボールになります。
さあスローインでの再開です。ボールを外に出してしまいました。これはどうしたんでしょうか。ネイマールが絡んでいきます。ここからどうするのか。縦に入れるタイミングを伺っているんでしょうか。マンダンダ、ボールを奪い返しました。中盤に下がってボールを受けました。ネイマール、ラーム、テオ・エルナンデス、さあロベルト・バジョだ。見事なスルーパス、ルーニー、いいパスだ。決まった、決まった、ゴール決まった。先制点決まりました。ついにゴール、これで試合も動き出すのを期待したいですね。そうですね、両チームともここまではリスクを負うのを避けている様子でしたからね。でもこれで動き出すと思いますよ。ルーズボールになった。思い通りにパスを通してきます。ポグバからのパスは通りません。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。ビーストがアタッキングサードを攻め込みます。崩しにかかるのか。見事なブロックです。ラーム、パスが通りません。ボールへの寄せが非常に速い。前半終了です。スコアは FUT チャンピオンズウィークエンドリーグは後半のキックオフです。終盤に崩れるチームもいます。後半はこのチームの底力を見せてほしいですね。ルーニーがプレーに絡んでくる。カイル・ウォーカー、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。クリスティアーノ・ロナウドが待っている。さあどうだ。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。ルーニー、ゴールに向かう。ルーニーがスルーパスを出しました。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。フリーキックのようですね。レフェリーがファールを取りました。追い上げなるか。未だ1点の追い展開ですが、このいい流れを追加点につなげたいところでしょう。ジェームス・カバンガ、ウェイン・ルーニー、ラーム、テオ・エルナンデス、フィリップ・ラーム、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。ディフェンダーのインターセプト。下がってボールをもらいます。テオ・エルナンデス、皆さんもご存知でしょう、ロベルト・バッジョです。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。
ビースト、敵陣へ攻め込んでいきます。ここはボールを奪取しました。フィリップ・ラーム、クリスティアーノ・ロナウド、中へ切り込んできた。ルーニークリアしてピンチをしのぎます。ポール・ポグバ、ボールはネイマール、見せてくれます。ウスペシューになりますね。カウンターを止められました。これは惜しかった。クリスティアーノ・ロナウド、このパスはカットされます。ネイマールが抑えます。ネイマールがボールを失いました。サポーターの一部から不満の声が上がっています。先ほどのプレーに PK の判定が出ませんでしたからね。ここでビーストがボールを失います。ラーム、テオ・エルナンデス、フィリップ・ラーム、ボールは相手に渡ります。マンダンダに渡った。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。ブルーノ・フェルナンデス、ジェームズ・タバンガ、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。ルーニー、厳しく当てられましたがアドバンテージ続行です。今日はパスの成功率も高そうです。はい、ちょっと長すぎたか。見事なタックル、ボールは取り返しました。ネイマールが抑えます。ネイマールからのパスは通りません。フォワードが下がってボールを受けます。攻め手を欠いているのかもしれません。この試合はまだまだ分かりません。ディフェンダーがうまく読んでいました。中にはクリスティアーノ・ロナウド、決まった。ゴール、ゴール、豪快なゴール。シュートでスタジアムを沸かせました。ここで選手交代です。今一試合が切れましたね。選手交代で流れを変えようとの判断かもしれません。このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。素晴らしいタックルです。カウンターのチャンスです。ロベルト・バッジョへのパス、がっちりキャッチします。プレスが効いている。ルーニー、ここでボールロスト。また取られてしまいました。ビーストがアタッキングサードに攻め込んでいきます。
ロッベン、パスをこの位置で防ぎます。ブルーノ・フェルナンデス、ルーニーがゴールに向かう。さあゴールを狙いに行く。シュートできるかと思いましたがゴールキックに変わります。ロベン、ソン・フンミン、狙った。主審がペナルティースポットを指さします。これを決められると1点差に。決まった、ゴール。試合終了のホイッスル。この一戦皆さんこんばんは。お待たせしました。今夜は注目の好カードをナイトゲームでお楽しみください。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは FUT チャンピオンズウィークエンドリーグの一戦、ビーストがブラックキャッツと対戦します。ディフェンダーを抜いた。なるほど、ウィークエンドこのボレーは
きく外れました。決まっていればスーパーゴールでしたが、タイミングがうまく合わなかったようですね。サブの選手がピッチに向かいます。フィリップラーン、ロドリゴ・パラシオ、ここはドリブルに入ります。これは出したくのタイミングがありませんでした。寄せられています。ネイマールが抑えます。福西さん、前線のタレントを豊富に擁する両チームですが、今日はどんなゲームになると思いますか？どちらのチームにも決定力の高いエースがいますから、ゴールへの嗅覚の差が勝敗を左右してくるでしょう。アルフォンソ・デイビス、ポドルスキー、じっくりと出しどころを探します。1点リードにできるか。このシュートはディフェンスに止められます。ポグバ、ネイマール、ドリブルで持ち込んでいます。マイナスのクロスボール、ポグバのボールロスト。攻守の切り替えが大事です。低い位置でボールを受けました。アルフォンソ・デイビス、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。ドリブルで進みます。ラーム、ブラックキャッツ、敵陣へ攻め込んできました。ディフェンスが奪い返します。ここでビーストがボールを失います。ルーカス・ポドルスキー、素晴らしいスルーパス、クロスバーに当たった。決まった、ゴールだ。ゴールが決まった。リードを奪いました。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。そしてうまくヘディングで合わせました。冷静なフィニッシュです。ボールを前に運んでいます。あっという間のテクニック、切れています。ブルーノ・フェルナンデス、このパスは鮮やか。パスを戻します。同点ゴールが来るか。鮮やかなタックル。ダルス・ベンダー、ラーム、相手に奪われます。ロドリゴ・パラシオ、ポール・ポグバ、ネイマールに渡った。レフェリーは流しています。さあ、マケレレだ。ここは突破を狙う。やってしまいました。これは悔やまれるミスでしょう。決まっていれば試合の流れを決定づけるゴールになったんですけどね。ドリブルで敵陣へ持ち込む。ルーズボールになった。アルトゥーロ・ビダル、走り込む味方にビダルのスルーパス、ループで狙った。これはキーパーがセーブ。浮かしたボールでシュートを狙ってきました。キーパーの位置を見て打ってきましたね。キーパーもよく反応していました。ロッペンがスペースを使って崩しにかかります。ネイマール、取った、打ちたい。
ネイマールのパスミスでしょうか。ここまで下がってボールに触ります。攻めあぐねているんでしょうか。ロドリゴ・パラシオ下がってボールに触ろうとします。ブラックキャッツがアタッキングサードへ攻め込みます。崩しにかかるのか。華麗なテクニック、これはなかなか見れませんよ。コーナーキックになりました。ボールを近くの味方へ。皆さんもご存知でしょう、マケレレです。ルーカス・ポドルスキー、得点もあり得た場面でしたが、このボールはカットされました。スコアは1対0。FUT チャンピオンズウィークエンドリーグは後半が始まります。どの試合も最後が大切です。ここからの試合運びに期待しましょう。フィリップラーン、ポドルスキー、ロドリゴ・パラシオ、いいところにパスを出しました。ディフェンダーのインターセプト。ネイマール、ゴールに向かっています。ネイマール、ありそうだ、ゴール、同点弾が決まった。ノミネの王者ネイマール、ポドルスキーのポジショニングが光る。この選手が視点となってパスを回しています。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ブラックキャッツがアタッキングサードに攻め込んでいきます。ここでビーストがボールを失い、相手の攻撃に切り替わります。ここはゴールに近い位置でファール、十分に狙える距離です。リードを奪うチャンスです。どうだ、キーパーに収まりました。マンダンダに渡った。これはよく見ていた。ナイスシュート、見事に決まりました。ここからはディフェンスに集中し、リードを守りきりたいでしょう。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ロドリゴ・パラシオ、ブラックキャッツ、敵陣へ攻め込んできました。ゴール、入った。前線でもプレスを緩めず、チーム全体でボールに迫っていましたね。相手の隙をついた素晴らしいプレーです。相手の選手が近づいてくる前にボールを処理すべきでしたね。あんな位置で相手に取られれば失点するのは当然です。少し集中力を変えていかないでしょうか。アルティービダル、ルーカス・ポドルスキー、このボールは決定的、ロイヤルセーブ、まだインプレーです。これは見事な、パラシオ、見事なセーブ、入れさせない。今のシーンも含めて積極的な攻撃がかなりハマっているようですね。これだけの点差がついていることも納得です。
エン・ロベン。ネイマールのボールロースト。よく見えています。ボールは相手に、奪い返せるか。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。このパスはビダルが読んでいました。ネイマールが抑えます。ロベン、ネイマールへ渡る。ボールは外に出ました。スローインです。ボールが出ました。これはどうしたんでしょうか。ロッペン、ブルーノ・フェルナンデス、ゴールを狙う。ゴール、1点差となりました。さっきから監督もせわしなく選手に指示を飛ばしていますね。終盤ですが、まだ結果は分かりませんよ。ビダリ、素晴らしいスルーパス。カラシオ、入った。ボールはゴールの中へ。あんなシュートを打たれてしまいますと、ちょっと防ぐのは難しいでしょうね。映像が来ました。このスルーパスが通ってチャンスになります。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。まだ持ちます。ロドリゴ・パラシオ、相手に奪われます。味方をうまく使います。ポドルスキー、ゴール、ゲット。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。ビーストがアタッキングサードを攻め込みます。決まった、ゴール。ロングから狙ってきましたね。アルフォンソ・デイビス、ディフェンスを翻弄しています。ここでやるのがすごいですね。
さんこんばんは。サッカー中継の時間がやってきました。気持ちのいい夜空の下で行われるこのゲーム、白熱した展開が予想されます。解説には福西崇史さんにお越しいただきました。お送りするのは FUT チャンピオンズウィークエンドリーグの一戦、ビーストがインビンシブルズと対戦します。これもまたいいカードになりましたね。ウィークエンドリーグならではの顔合わせでしょうか。一つでも上の世界ランクを目指し、熱い戦いを見せてくれるでしょう。マテオ・ゲンドゥージ、ここで止められました。惜しかったですね。フェルナンド・トーレス、ここで絡みます。セルジュ・ニャブリ、いいパスが出ました。隙を伺います。これはコーナーキックです。選手がピッチに入ります。ショートコーナーです。ドイツへ、落ち着いています。エツリー、インビンシブルス、敵陣へ攻め込んできました。綺麗なタックルです。ボールを前に運びます。何かしてきそうですが、これは入らない。入れば1点リード。素晴らしいセーブ。ここは難を逃れます。ショートコーナーを使います。スペースがある。ネイマール、見事にかわしていく。見せてくれますね。見事なブロックです。ブルーノ・フェルナンデス、ネイマール、勝ち越し来るか。主審が迷わずペナルティースポットを指さします。これで試合が決まるようなことにならなければいいですね。PK が与えられたものの、選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、見事なゴール。落ち着いた PK でした。セルジュ・ニャブリ、ジェローム・ボアテン、ボールは相手に渡ります。ボールを失った。インビンシブルズがアタッキングサードに攻め込んでいきます。ゴール、ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。相手に当たりスローインです。パスをサイドに送ります。マイナスのクロス、コーナーキックになりました。ボールを近くの味方へ。ロペン、ディフェンスへ落ち着いていました。ペナルティーエリアで選手が倒されましたが、審判の笛はなりませんでした。サポーターは判定に納得していないようですね。ここでスローイン。マルコス・セレシ、ダルス・ベンダー、これはよく見ていた。ロイスにチャンスです。エジルが決めた。トラフリゲスト、ディノマアフ、メズル・ウジ、マルコス・セレシ、
緊迫した好ゲームになっています。目の前にスペースがあるようです。1点リードにできるか。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。すごいステップ、ディフェンスをかわします。カウンターアタックのチャンスを生かしきれるでしょうか。ネイマール、これはチャンスだ。ピンチをタックルでしのいだ。マルコ・ロイス、おっと裏へ出した。いい感じで攻めていましたが残念。前が空いている。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。いました、フェルナンド・トーレスです。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。ボールはマンダンダ。マルコス・セネシ、エジル、ジェローム・ボアテン、無理をせず着実にボールを回しています。エジル、いいパスだ。副審の旗が上がっています。これは残念。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは2対2。ゲームはハーフタイムに移ります。FUT チャンピオンズウィークエンドリーグは後半が始まります。どの試合も最後が大切です。ここからの試合運びに期待しましょう。タッチが甘かったか。ボールを失いました。ブルーノ・フェルナンデス、ネイマール、ボールはネイマール、ネイマールがボールを運ぶ。ブルーノ・フェルナンデス、この選手が視点となってパスを回しています。かわした。さあどうする。勝ち越しゴール来るか。まだボールは生きています。このシュートはディフェンスがブロックしています。勝ち越しゴールかと思いましたがチャンスを潰してしまいました。こういう場面は決めておかないとダメですね。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ブルーノ・フェルナンデスだ。キレキレです。足技を見せます。インビンシブルズがボールを奪いました。フェルナンド・トーレス、絶妙のスルーパス。タッチラインを割りスローインです。セルジュ・ニャブリ、ボールが足につきません。ルーズボールだ。インビンシブルズボールになります。インビンシブルズがアタッキングサードに攻め込んでいきます。いいパスを出しました。ディフェンダーがここで食い止める。ここは打てるか。セルジュ・ニャブリ、パスが通りません。さあカウンターで一気に行きたい。味方を使います。ロッペンへスルーパスでゴール。ロッペン、カウンターが決まりました。見事なゴールです。ちょっと警戒が薄かったですね。うまく狙いにはめられてしまいました。ガルス・ベンダー、ジェローム・ボアテン、ボールをサイドへ振りました。
じっくりと出しどころを探しています。クロスを狙ってくるか、狙える位置です。マルコス・セネシ、ブロイフェル、ロイスに渡った。エリア内、体を投げ出した。ポール・ポグバ、パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。フェル、マルコス・セレシ、フォワードが下がってボールを受けます。攻め手を欠いているのかもしれません。ジェローム・ボアテン、これはまずいパスでした。相手に渡ります。インビンシブルズがアタッキングサードを攻め込みます。崩しにかかるのか。シュートはディフェンスが止めました。ポール・ポグダ、しっかりとパスをつなぎました。ポグダ抜いた、試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。ここでフェルナンド・トーレス、ラース・ベンダーに渡った。エジル、何をしてくるのか。マイナスのクロス、ゴール。1点差となりました。さっきから監督もせわしなく選手に指示を飛ばしていますね。終盤ですが、まだ結果は分かりませんよ。アリアン・ロペン、ロペン得意の動きで抜き去ります。通ればチャンスといったところですが、やはり難しい。相手に当たりスローインです。ここでフェルナンド・トーレス、うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ビーストがアタッキングサードを攻め込みます。崩しにかかるのか。ダルス・ベンダー、マテオ・ゲンドゥージ、ルロイ・フェル、プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。残り時間を考えると、ゴールだ。同点です。同点ゴールです。鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点弾にスタジアムは沸いています。土壇場で勝ち越しのチャンスが巡ってきました。ネスト・エツリー、このパスはカット、読まれていましたか。ここでビーストがボールを失います。ロイス、チャンスを伺います。この時間での1点目、この勝利を意味します。ボールはエリアへ。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。前方に運びました。両チームとも互角の戦いです。延長戦キックオフです。
早めにゴールを奪いたいところですね。かなり面白い展開になってきましたね。ポゼッションも互角ですし、どちらかが勝ち越すとすぐに追いついてきます。最後まで目が離せない試合になりましたね。ネイマールが絡んでいきます。決まるか。ゴール決まりました。パスを折り返します。ディフェンダーのインターセプト、高い位置でカットします。さあどうする。これは見事なインターセプト。これはどうなりますか。これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。スローインとなります。ここはちょっと軽率なスローイン、相手ボールです。マルコ・ロイス、パスの先には味方が走っていました。ロベルト・レバンドフスキ、レフェル、ゴールも狙える位置でのファール。距離的には狙っても良さそうです。同点のチャンスを逃しました。悪くないシュートでしたね。いい攻撃でしたね。こういうチャンスを何度も作れば追いつけるかもしれません。ルロイ・フェル、ロイスへ。ここはファール。危険な位置でのフリーキックです。いい位置でフリーキックですね。これは同点に追いつくチャンスです。相手ボールになります。抜けてきた。素晴らしい動き。味方にパスを出します。このボールはコーナーキックになりました。コーナーはディフェンダーを越えません。延長戦の後半開始です。主審がプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。ディフェンスが冷静に処理します。スムーズにボールを回します。ディフェンダーがここで食い止める。いいプレスです。攻守逆転。レバンドフスキースローイン。フェル、最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そうですね。みんなゴールへの期待が大きいですね。マイネスのボール、サポーターからはまだ足らないコールが湧き上がっています。ロペンがボールを運ぶ。
中へ切り込んだ。ルロイフェル、さあカウンターを仕掛けるか。カウンターアタックに入りましたがボールを奪われました。ルイス・スアレス、判定はフリーキックです。ネイマール、ブルーノ・フェルナンデス、ビーストがアタッキングサードに攻め込んでいきます。ここでなんとかボールに寄せてきました。レバンドフスキーがスルーパスを通した。サイドが空いています。ロイス、決まった。ゴール、ロイスの目の覚めるようなボレーシュートです。華麗なボールタッチ、とても鮮やかでした。ここでホイッスル、ホームチーム。
んにちは。今日は全ゲームをお楽しみください。果たしてどんな試合を見せてくれるのでしょうか。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。熱戦の繰り広げられるウィークエンドリーグ、この一戦はこれは見る価値のある試合になりそうですね。ホームチームにはランキングの上位グループに上がるチャンスが巡ってきましたね。この試合で結果を残せばさらに上を目指せます。ここは何としてもものにしたいでしょうね。ここはキーパーが素早く出ました。ボールをキャッチしています。ゴメス、モハメド・サラー、トレント・アレクサンダー・アーノルド、空いているスペースが見えたか。ジェラード先制ゴール。早い時間に得点を挙げました。ドリブルでの持ち込み、きれいにかわして攻撃に出る。ポール・ポグバ、ここでビーストがボールを失います。ポグバ、ポール・ポグバ、ここでビーストがボールを失い相手の攻撃に切り替わります。サディオ・マネ、スアレス、これは見事なパスカットです。ジョーンズ、アタッキングサードに入ってきた。ここは打てるか。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を見るのは簡単ではないですよ。相手に奪われます。サイドへパス、横に展開してきます。ネイマールが抑えます。どこから攻めてくるのか。ブルーノ・フェルナンデス、これはナイスインターセプト。ここを起点にできるか。ゴメス、スティーブン・ジェラード、さあジェラードだ。ボールの激しい奪い合いです。マネ、スアレスのところに行きました。綺麗なタックルです。すぐにボールを返した。ネイマール、ボールを失いました。ルイス・スアレス、ここでフェルナンド・トーレス、素晴らしい動きです。足技を持っている選手ですね。見入ってしまいます。さあ上げたい、いいクロスだ。マイナスのボール、シュートを通さない。決まれば1点差。見事なタックル、ボールを取り返しました。フェルナンド・トーレス、ここで絡みます。ジョーンズ、これはジェラード、いました。フェルナンド・トーレスです。オフサイド、これは際どい判定ではないでしょうか。ここはパスミスになりました。ボールを失います。スアレス、カットされます。
ディフェンダーが読んでいました。ビーストがアタッキングサードを攻め込みます。崩しにかかるのか。コーナーキックになりました。これはあるか。キーパーファウル。ホグバがインターセプト。何をしてくるのか。決めればまだあります。決まるかと思いましたが、見事なタックルでした。スアレス。これはジェラード。ドリブルで崩します。スアレス1対1をしのいだ。ロイヤーのファインセー。ショートコーナーです。サイドコーナーです。ゴール前に入れた。キーパーがコーナーをパンチング。スアレス。サディオマネ。危ない場面でしたが、ディフェンダーがカットしました。ネイマール。しっかりとしたディフェンスです。レフリーの笛が鳴って前半終了。FUT チャンピオンズウィークエンドリーグは後半が始まります。どの試合も最後が大切です。ここからの試合運びに期待しましょう。ここで攻守が入れ替わってビーストボールです。モハメド・サラー。ここでフェルナンド・トーレス。パスの名手と言われるだけのことはありますね。ボールはマンダンダへ。ネイマー。さあまたここからの連携。ここを潰すことができません。ルイス・スアレス。ボールはマンダンダへ。ビーストがアタッキングサードに攻め込んでいきます。あっとこぼれた。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。守備への切り替え。ノイアーのファインセー。ディフェンダーに当たってコースが変わった。ゴールです。ルイス・スアレス。大量リードの試合となっています。素晴らしい動きです。足技を持っている選手ですね。ネイマール。さあどうだ。タックルでしのいだ。ボールを失いました。ビルヒル・ファンダイク。トレント・アレクサンダー・アーノルド。素早くパスを回しています。リードしていますから慌てて攻める必要はありません。前でインターセプトした。ポール・ポグバ。ロッペン。このロブパスはキーパーが処理。うまくあとは決めるだけ。入ったゴール。浮いたボールを体をひねりながらシュートしてきました。なんというテクニックでしょう。これほどスタジアムが静まり返るのは珍しいですよね。そうですね。この試合内容では
無理もないですかね。ここは抜いてきた。ああ、これは決定力が足りなかったように見えましたが、どうでしょう。その通りですね。もう少し冷静にいけば簡単に決められたと思いますよ。もったいないですね。ロペン、キーパーがっちりとキャッチ。トレント・アレクサンダー・アーノルド、ビースト、敵陣へ攻め込んでいきます。ルーズボールです。ボールはどっちだ。このパスはカットされます。低い位置でボールを受けました。なかなかボールが来ません。うまく読んでいましたね。見事なスルーパス。ドットスルーパスだ。ここは勝負どころ。決まった。素晴らしいシュート。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。ボールがこぼれました。ゴメス、ミルキル・ファンダイ、アレクサンダー・アーノルドに渡った。ここでビーストボールになります。ネイマールのボールロスト。このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。ロバートソン、ボールを前に運んでいます。これは見事なパスカットです。思い切って打てるか。シュートを通さない。ここから仕掛けるか。これはチャンス。マネ、止められます。このエリア今日はもう鉄壁と言っていいでしょう。ここで渡すわけにはいきません。ここでボールを失います。いいボールが出ました。決まった、決まった。ゴールです。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。ドリブルでボールを前、ゴールキックになりました。これはもったいない。試合終了のペースで、この結果に波を打てるか。このチームは失格になります。トレント・アレクサンダ
ーファンの皆さん、こんにちは。今日はデーゲームをお楽しみください。熱戦を予感させる好カードが組まれています。実況は私西岡明彦、解説には福西隆さんをお迎えしています。熱戦が繰り広げられるウィークエンド。リーグ、この一戦はビーストがアトレチコと対戦します。ホームチームは今日の結果次第でランキングの上位グループへ上がれるかもしれません。より高いレベルで入れば1点リード。入った、先制点。早くもスコアに動きがありました。試合時間は前半4分。早くも先制点です。メッシがエリアに侵入、予感が出てきました。デブライネ、ディバラ、リオネル・メッシ。ここでビーストがボールを失って攻守が入れ替わります。オバメヤン、メッシ。前半開始わずかですが早くも同点ゴールが決まりました。激しい試合展開が続いていますし、この試合は見どころが多くなりそうです。レフェリーのアドバンテージを見ています。ファールの笛を吹かれました。イエローカードは出ず試合再開です。ロッペン、リードを奪えるか。ゴール決まりました。先進の旗が上がっています。今のゴールはカウントされません。さあオコチャ、デブライネに渡った。いいボールが出ました。いい位置です。メッシ、ディフェンダーがうまく読んでいました。絶妙なパス、いいパスだ。ゴールだ。これはうまくシュートを打ちました。ロナルド・クーマン、このパスは鮮やか。ジェームス・カバンガ、クロスは簡単にカットされました。ネイマール、マティア・デシリオ、サイドへ展開します。ロベン、見事なタックル、危機をしのぎました。今のプレーに観客席がざわついています。サポーターは PK だと思っているようですね。ここでビーストがボールを失います。スローインが与えられます。マティア・デシリオ、ネイマール、ピンチを出します。アトレチコ、ここでボールを失います。ネイマール、主審がフリーキックを与えます。ブルーノ・フェルナンデス、ロペン、ここから狙うのか。ボールへの寄せが非常に早い。ベロン、パウロ・ディバラ、 JJ ・オコチャ、いいところに出します。予感のあった攻撃でしたが結果に結びつきません。判定はコーナーです。デブライネのコーナーで再開。これはコースが甘かったでしょうか。ミートしきれませんでしたね。
ネイマール、マティア・デシリオ、ファンダンダー、いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがにコーナーを狙うのは厳しかったと思います。相手ボールになりました。ネイマールのオフサイドです。ジェームス・タバンヤ、さあオコチャ、ここはディフェンダーが読んでいました。ネイマール、ネイマールがボールを失いました。ここでビーストの攻撃に切り替わります。ネイマール、チャンス、入りました。試合はまだ終盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。インターセプトされました。アトレティコ、敵陣へ攻め込んできました。チャンスにつながりそうな攻撃でしたが、ディフェンスに処理されました。ボールは相手に渡りました。さあオコチャ、主審がゲームを止めます。オフサイドです。メッシ、メッシがボールを奪われました。ポグバのパスミスでしょうか。ここはファール、危険な位置でのフリーキックです。直接狙える位置ですね。デブライネのキックは要注目です。ボールは壁に当たる。スコアは3対1。ここでハーフタイムを迎えます。FUT チャンピオンズウィークエンドリーグが再開されます。今日の試合はここからの後半次第です。手を抜かずにしっかり戦ってほしいですね。さあこれはルーニーです。ジェームス・タバンガ、パスをカットされたのはメッシ。ポグバに相手が寄せてきました。味方を使います。ベストのタイミングでの飛び出しでした。はい、素晴らしいタイミングでしたよ。ケビン・デブライネ、レフェリーは流しています。エンゴロ・カンテ、ディフェンダーがうまく読んでいました。マティア・デシリオ、ここでビーストがボールを失います。ルーニーが勢いに乗って侵入してきますよ。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。さあカウンターを仕掛けるか。相手のカウンター、ディフェンダーが必死に戻ります。ウェイン・ルーニー、相手に渡ります。ロペン、得意の動きで抜き去ります。ネイマー、
ここはボールを奪取しました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ここで大きく前に出します。いいところに出します。切り裂けるか。なんというタックル。チームを救いました。エンゴロカンテ、ボールはカンテ、オバメヤン、いいパスです。視野が広いですね。通っていればチャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングが合いませんでした。これはロペン、攻撃に移りたい。キーパーと1対1、チップシュート。大量リードを許した状態で再びキックオフです。見事にかましていく。見せてくれますね。ケビン・デブライネ、ボールは相手に渡りました。ルーニーが怖いエリアに入ってきました。注目です。これは見事なパスカットです。主審がフリーキックを与えます。ビルヒル・ファンダイク、さあオコチャ、これは思い切ったチャンス。これは絶好の位置。これは PK です。見事なゴール。落ち着いた PK でした。うまくつないでいましたがここでボールを失いました。ルーニー、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。相手が触ったボールはスローインになります。ケビン・デブライネ、ボールはカンテ、いいところに通った。スピードのないシュートでした。ゲームを作るパス、またまた通ります。この選手が視点となってパスを回しています。さあカウンターで一気に行きたい。カウンターから決まるかと思いましたがボールを失いました。もう遮るものはありません。オバメヤン、決まった。あれだけ開いた点差も試合終盤に1点差まで詰め寄りました。ブーツマーケーパー、与えられた仕事はマシンバーでこのまま試合を終わらせることでしょう。オバメヤン選手がピッチに向かいます。ゴールシーンの多い派手な試合となりました。まだまだゴールの予感が止まりません。ほう、なんていうようなパスです。タックルでしのぎますがまだ危ない。折り返せるか。得点もありえた場面でしたがこのボールはカットされました。立ち上がれません。大丈夫でしょうか。デブライネ、いいタックルだ。ボールをキープしました。かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。ここで試合終了。ホームチームは
今日の試合会場の上には気持ち皆さんこんにちは。今日はデイゲームをお楽しみください。果たしてどんな試合を見せてくれるのでしょうか。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。熱戦が繰り広げられるウィークエンドリーグ、この一戦はこれは節目となる試合になりそうですね。ウィークエンドリーグにふさわしいワクワクするようなカードですね。選手たちがどんなプレーを繰り広げてくるのかじっくりと見ていきましょう。ボールはマンダンダへ。ブルーノ・フェルナンデス、ネイマール、ディフェンスがうまく対応。ドリブルで崩します。またもピンチか。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がり疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。ロッテの動きがすごい。いい寄せです。いいプレスです。攻守逆転。ネイマール、パスをつないできましたがここで奪われました。決めれば同点。なんというタックル。チームを救いました。ここでボールを奪い返します。パスが通りません。ジョーンズ、パスの先には味方が走っていました。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。
ここは力のないシュート、簡単にさばけます。ブルーノ・フェルナンデス、ボールを失った。ゴールは見えるか、1対1を止めました。ここで選手交代です。どうしたんでしょうか、本来はもっとできる選手なんですが。ムバッペ、ボールと人がうまく連動しています。ローター・マテウス、チャンス、ポストに当たった。ムバッペ打ってきましたが大きく外れてしまっています。さあどうだ、いい形でゴール前まで持ってきました。このスルーパスは通りません。キーパーのミスが招いたピンチでしたが事なきを得ました。危なかったですね、あのまま失点につながっていたら後で何を言われるか分かりませんから。ネイマールが絡んでいきます。ムバッペにチャンスです。1対1をしのいだ、ノイアーのファインセーブ、ボールを近くの味方へ。ムバッペ、ボールは相手に渡りました。果敢に仕掛けてボールを奪いました。ホームチームがボールを持ってからもう10分以上経ちました。かなりいい流れですよね、このままなら追加点。さあどうする、これは見事なタックル。ショートコーナー、インターセプトでチームを救いました。見事なインターセプト、ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。ネイマールからのパスは通りません。パスをカットされました。前線の選手がボールを受けに下がってきました。いいところにボールをつなぎました。このままつなげれば素晴らしかったのですが、そううまくはいきませんでした。ディフェンスの対応が光ります。ネイマールがボールを失いました。フォワードに低い位置で渡します。ボールが来ません。慎重なパス回しです。ディフェンスが奪い返します。スターリングのパスはカットされました。通りません。裏も見えていたのか、スルーパス通るか。ノイアーのファインセーブ、1対1を止めました。ネイマールが絡んでいきます。サイドが空いています。ネイマール、ブルーノ・フェルナンデスに渡った。ロッペン、ブルーノ・フェルナンデスだ。ネイマールへ渡る。またパスが通ります。ここのラインが今日はすごくいい関係です。ボールはどちらにこぼれるか。レフリーの笛が鳴って前半終了。
FUT チャンピオンズウィークエンドリーグが再開されます。今日の試合はここからの後半次第です。手を抜かずにしっかり戦ってほしいですね。外に開いたクリスティアーノ・ロナウドへのパス、ディフェンダーがうまく読んでいました。ローター・マテウス、これは見事に奪いました。これはカウンターのチャンスです。ネイマー、タックル、ピンチの芽を摘み取りました。素晴らしいスルーパス、スルーパスを狙った。ネイマー、ノイアーのセーブ、まだインプレーです。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。クリスティアーノ・ロナウド、ボールを失った。素晴らしいボールです。サポートを使うか、見事なインターセプト、ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。クリスティアーノ・ロナウドがボールを失いました。マンダンダーゴー、ビッグマーケーパーの2名のトークステーブ・マンダンダー。クリスティアーノ・ロナウド、まずはしっかりとボールをキープします。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。ムバッペ、いい狙いでしたが、スルーパスが強すぎました。またパスが通ります。この選手から何度もいいパスが出ていますね。カウンターのチャンスです。さあクロスか、ポグバ、何をしてくるのか。ここで攻撃を止めます。ネイマールからのパスは通りません。ボールはサイドの選手へ、パスをつないでチャンスを伺っています。お互いに我慢のしどころでしょうか。ムバッペ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ネイマー、ボールはエムバペ、レフェリーはアドバンテージを取っています。これはお粗末なディフェンスです。イエローかもしれません。ボールをもらいに下がってきました。焦りが伺えます。さあリードできるか、ひとまず危険なエリアからクリア、得点につながってもおかしくなかったですね。これはファールですね。フリーキックが与えられます。ネイマール、ネイマールに渡った。またここで止まります。通しません。最後のチャンスになるでしょうか。ゴールを割れれば決勝点になるでしょう。この試合はまだまだ分かりません。ジオゴ・ダロト、いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。
ムバッペ、ボールはスターリング、ボールを運びゴールに襲いかかります。スターリングがボールを奪われました。ボールが中盤でカットされました。ネイマール、最後の攻撃となるでしょうか。ゴールを奪えれば決定的。ネイマールが抑えます。ネイマールがボールを失いました。さあマテウス、クリスティアーノ・ロナウドに渡った。危険な位置です。緊張感が増してきます。1点リードのデフィルカー、ブロックしました。ここはカウンターアタックを狙うか。ネイマールがスルーパスを狙いました。決定的。両チームとも互角の戦いです。試合は延長戦に。決着は延長戦に持ち越されます。キックオフです。最後まで戦い抜いてほしいですね。ラヒーム・スターリング、タックルで流れを切りました。スローインです。ジョアン・カンセロ、これは見事なパスカットです。マンダンダ、ここはじっくりとパスを回しています。サイドが空いていますね。ボールを失いました。ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。ボールを奪った。プレスが効いています。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。ジョアン・カンセロ、パスを細かくつないでいきます。レイナータックルでボールを取り返した。あと一歩というシーンでしたが、ここで潰されます。マテウスがボールを持った。ロッペンです。攻撃に移りたい。ネイマール、ロッペン、ロッペンに戻します。ファールを取りません。流しましたか。さあカウンターで一気に行きたい。延長戦の前半終了です。未だ均衡は破れ、延長戦は後半に入ります。このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。フリーでしたね。スローインが与えられます。中にスペースがあります。ロッペン、ロッペン入った。ボールはゴールの中へ。いやー、隙間を抜けてきました。この時間のゴールですから
これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと思い切って打てるか。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ネイマール、さあカウンターを仕掛けるか。イエローカードが出そうです。2枚目となってしまうのか。同点に追いつきたい。これが最後のチャンスになるでしょう。ゴール、同点となります。鮮やかな同点ゴールでした。叩き込まれた同点弾にスタジアムは沸いています。残りは5分。 PK は避けたいというのが両チームの本音でしょう。土壇場で勝ち越しのチャンスが巡ってきました。ボールを前に運んでいます。ジョアン・カンセロ、カウンターアタックに入るか。カウンターのチャンスを決めたい。相手の隙を突いた見事なゴール。カウンターのリスクを常に意識しておくべきでしたね。深く攻めすぎたのが原因でしょう。残り時間も考えると最後のチャンスでしょう。同点に追いつけるか。ここからどうするのか。すぐにボールを返した。同点に追いつけるか。決まった。値千金の同点ゴール。退場者を出しながらも試合終盤に追いつきました。この攻撃が最後のチャンスとなるか。ゴールを割れれば決勝点です。ペナルティーマークにボールをセットします。これはキーパーが阻止。この PK 失敗は痛いですね。ゴール真正面に決めました。思い切っていきましたね。キーパーがストップ。これはすごいですね。しっかり決めました。ボールを置きつつどこへ蹴るのか考えているんでしょうか。 PK を沈めました。キーパーがセーブ。読み通りでしたね。落ち着いて決めました。ボールをセットしながら何を思うのか。飛んだ方向がバッチリ合いました。これは蹴る前の駆け引きで勝ってましたね。ゴール決まりました。低い位置であれだけ隅を突かれると見られません。プレッシャーがキッカーにかかります。もし決められなければ敗戦が決まります。ボールはゴール中央へ。力強いシュートでした。正面に蹴り込みました。キーパーの後藤の動きをよく見ていました。キーパーが止めました。これでチームは次のラウンドで進出です。キーパーが最後に大きな役目を果たしましたね。重要な場面でよく止めました。
皆さんこんにちは。今日はデイゲームを。サッカーファンの皆さんこんにちは。今日は注目のデイゲームとなりました。この試合を楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。
実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。熱戦の繰り広げられるウィークエンドリーグ、この一戦は大一番を前に会場の興奮は最高潮に達しています。福西さん、すごい試合になりそうですね。ウィークエンドリーグにふさわしいワクワクするようなカードですね。選手たちがどんなプレーを繰り広げてくるのか、じっくりと見ていきましょう。マンダンダに渡った、相手に渡したかのようなパス、これはいけません。マディソン、ここはディフェンダーが読んでいました。ボールはマンダンダへ、ボールはネイマールへ。まずはしっかりとボールをキープします。決まった。試合の序盤に先制ゴールが決まりました。マーカス・ラッシュフォード、ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。中に入れてくるか。ポグバ、狙える位置です。絶好のチャンス、鮮やかなタックル。マンダンダ、キーパーは外に弾き出しました。いい位置です。惜しい場面でしたが、ここで奪われました。しかしあれを止められるとは思ってなかったでしょうね。セーブされてなければさらにリードが広がっていました。カンテ、絶妙のスルーパス。ラッシュフォード、素晴らしいパス回しですね。ウェイン・ルーニー、マディソン、ネイマール、ネイマールがボールを失いました。さあスタジアムのテンションが上がります。見事なブロックです。ネイマールのボールロースト、これはあるぞ。決まった。素晴らしい読みでインターセプトしました。カンテのパスがカットされました。ルーニー、エンゴロカンテ、見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。ネイマール、1点リードにできるか。ネイマールが決めた。チャンスを確実にものにします。レフェリーがファウルを取りました。フリーキックです。ジョアン・カンセロ、ローラン・ブラン、ボールはカンセロへ。サイドへパス、横に展開してきます。主審がオフサイドの判定です。視線が中にいった。さあ出すか。これはチャンスです。
入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。ボールを失いました。ウェイン・ルーニー崩してきた。1点を返して点差は再び1点差。まだまだ時間はたっぷりあります。カンテが見事に奪いました。仕掛けてくるのか。ディフェンス落ち着いていました。マンダンダ、マティア・デシリオ、ネイマールに渡った。抜いた。周りを確認したい。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりました。FUT チャンピオンズウィークエンドリーグは後半のキックオフです。終盤に崩れるチームもいます。後半はこのチームの底力を見せてほしいですね。エンゴロカンテ、笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。カンテ走り込んだ味方にスルーパス。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。ドリブルでボールを持ち出し、素晴らしいゴール、デルピエロです。チャンスメイクの印象が強いですが、自分でもゴールを量産しています。マンダンダ、ポグバ、ダルスベンダ、ボールはポグバ。ポグバのパスミスでしょうか。メンディ、さあクロスか。マディソン、マネーバトル。マディソン、デルピエロ、ナイスシュート。ゴール決まった。副審が旗を上げています。ここでビーストがボールを失い、相手の攻撃に切り替わります。この選手が視点となってパスを回しています。ディフェンダーのインターセプト。ここでビーストがボールを失います。深いところでパスを受けます。うまく読んでいましたね。ディフェンダーが振り切られます。これは危ないですよ。インターセプトでチームを救いました。ボールを取り戻しました。ここは激しいプレスを見せます。さあまたここからの連携、ここを潰すことができません。いいカットです。ボールを奪いました。主審がフリーキックを与えます。ルーニーがプレーに絡んでくる。デルピエロ、簡単に抜かれてしまいました。相手にボールを渡してしまいました。ロペン、エンゴロカンテ、レフェリーは流しています。マディソン、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。オフサイドの判定です。インターセプトされました。マディソン、しっかりとしたディフェンスです。
ネイマール。ボールはカンテ。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。パスをカットされました。ポグバ、アリアン・ロペン、隙を伺います。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。エンゴロカンテ、仕掛けてくるのか。いい位置でしたがポゼッションが変わります。見事なインターセプト。デルピエロが絡みます。来たか、またもピンチか。絶好調ですね。このゴールでハットトリック、もう止まりません。両者一歩も譲らない攻防が続いていますね。お互いにかなりのチャンスを生み出し、それを得点に結びつけてきました。取られたら取り返すという展開は見ていても興奮しますね。アリアン・ロペン、終盤に巡ってきたチャンス、勝ち越しボールも相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。カウンターも狙えます。まだまだチャンスはあります。カウンターは阻止されました。相手にボールが渡ります。ボールをドリブルで運んでいます。ネイマール、ルーニーに渡った。アレッサンドロ・デルピエロ、鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。これはロペン、最後の攻撃となるでしょうか。勝ち越しを狙います。ディフェンスがスッと出てきてパスをカット、チャンスを潰します。残り時間はわずかですが、まだまだ勝負の行方は分かりません。ジョアン・カンセロ、ゴール前に入ってきました。主審が再度の判定です。両チーム動きます。バーンズ、ルーニーがプレーに絡んでくる。ボールはルーニーへ。ドローとなって90分終了。この後延長戦へと入ります。延長戦に入ります。両チームの選手とも疲労の色は隠せませんね。得点もありえた場面でしたが、このボールはカットされました。ウェイン・ルーニー、ウォーカーに渡った。さあこれはルーニーです。このパスはカットされます。ここでビーストがボールを失います。デルピエロ、周りをよく見ています。フィニッシュまで持っていくことができません。ネイマール、ここはディフェンダーが読んでいました。
ルーニー厳しく当てられましたがアドバンテージ続行です。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。スアレスのところに行きました。ここでビーストがボールを失って攻守が入れ替わります。このパスはカットされました。ビースト敵陣へ攻め込んでいきます。いいパスだ。決めた。ゴール。得点が多く入っています。お互いに攻撃的な打ち合いとなりました。ここはフリーキックを与えられます。このシュートはディフェンスに止め、キーパー止めましたがまだインプレー。前に進んでいます。延長戦の後半開始です。レフェリーはアドバンテージを見ています。イエローカードが出そうです。2枚目となってしまうのか。ディフェンダーのインターセプト。華麗なテクニック。これはなかなか見れませんよ。おっと裏へ出した。決めれば同点。ここはキーパーが見事に対応。同点になってもおかしくない場面でしたが、これは決まりません。こういうチャンスを生かせないと苦しくなってきますよ。テクニックを見せる。狙っていましたね。前を見た。仕掛けるか。そのセーブ、まだインプレーです。入りました。ゴール。ルイス・スアレス。このボールはタッチを割ります。スローインです。ポグバのボールロスト。ここから狙うのか。果敢に仕掛けてボールを奪いました。まずは1点返したい。ゴール。相手にプレスをかけ続け、奪ってから見事に得点しました。素晴らしいプレーです。抜いた。今度はこちらが点を取るか。そんな感じで思っているのでしょうか。再びキックオフです。今のタックルはカードが出るかもしれません。ディフェンダーがここで食い止める。カウンターを狙います。上がっていけるか。まだまだチャンスはあります。思い切って打てるか。決まった。3ゴール目。ハットトリック達成です。スクリス、試合終了のホイッスル。ネイマー。攻め込んでいきます。いいパスだ。